イテム番号 SCP-99JP オブジェクトクラスセーフ特別収容プロトコル SCP-99JP はサイト8141の3メートル四方で二重扉構造と換気装置を備えた部屋に収容してください。換気装置には脱臭フィルタを設置し、収容室内の通気口は目が2ミリメートル以下の金属網を張ってください。SCP-99JP には被覆の供与は必要ありません。食事については、インタビューに応じるなど協力的な態度を取った場合にのみポップコーン程度のものを与えてください。インタビューなどの目的で SCP-99JP と対面する場合は、レベル3以上の職員の許可を得て、ガスマスクを装着の上入室してください。B クラス職員を SCP-99JP に割り振る場合は、事前に候補者の経歴を調査し、SCP-99JP との接触経験がなかったかどうか確認してください。SCP-99JP には類似個体が存在する可能性がありますので、各地での調査を継続してください。説明。SCP-99JP は体長60センチメートル。厚さ30センチメートルの肥満した人手のような形状の生物です。身体の大部分は皮で構成されており、循環器や消化器、神経系は確認されません。内部にガスを蓄積して膨張し、風船のように浮かびます。また、上部の突起には口の機能を有する亀裂があり、日本語での会話や食事が可能です。口の上部には太さ5ミリメートル。長さ10センチメートルのチューブが生えており、ここから体内のガスを噴射します。ガスは茶色で、生物に対し催涙性と、匂いによるオート反応を催させます。しかしガス自体に毒性はなく、ガスによって引き起こされたオートに伴う窒息でしか死ぬことはありません。ガスの発生方法や、目に当たる器官がないにもかかわらず周囲の状況を把握する方法。口から摂取したものの行方については現在調査中です。SCP-99JP は10代半ばほどの男性のような精神構造をしており、バカ騒ぎや他人の滑稽な行い、あるいは手ひどい失敗を非常に好みます。SCP-99JP は浮遊して適当な人家に入ると、その住人、被害者として、にガスを浴びせて自分を楽しませるよう強要します。最初のうちは料理や滑稽な踊りですが、次第に要求はエスカレートし、被害者の家族同士での殴り合いや、相手を侮辱する文章親類や知人に送付するよう強要します。多くの場合、被害者は SCP-99JP の要求を拒絶しようとしますが、ガスを直接吹きつけられる、あるいは家族などにガスを長時間吹きつけるという脅迫に屈してしまいます。そして被害者の人間関係を破壊し、家庭内を荒らし飽きたところで、SCP-99JP は浮遊して被害者の下を立ち去り、次の被害者を求めてさまよいます。SCP-99JP から解放された被害者は周囲との関係を再構築しようとしますが、それまでの行いのせいで拒絶される場合が多く、引っ越しや転職により新たな環境を求める傾向にあります。また、一部の D クラス職員には幼少期に SCP-99JP の被害者となり、その間の経験のせいで道を踏み外した者もいるようです。なお、SCP-99JP は直接的な暴力に弱いため、ガスの催涙作用を応えて攻撃すれば破裂して一時的におとなしくなり、隙を見て自己修復した後に被害者宅から逃走しようとします。SCP-99JP は、回収アイテム 99JP A にてその存在が知られていました。エージェントの調査により、県、市の、支宅に侵入していることが判明し、回収されました。回収の際には近隣にガス流出によるものというカバーストーリーが流布され、市の家族には B クラスの記憶処置が施されました。ほい。回収アイテム 99JP A16cm×10cm×6cm の紙製の箱、剣の、で回収されたが、すでに開封されていた。
中には丸められたビニールパッケージと A5 サイズの折りたたまれた紙。回収文書 99JP、A1 として、が入っていた。パッケージ表面には、博士のパーティス・スターボーイ、というロゴと、色あせたイラストが印刷されていた。イラストは料理の乗ったテーブルを笑顔の人物が囲み、真ん中の席で SCP-99JP とおぼしき生物がウィンクをしているというものだった。ただしイラストの生物には目がある。口の上部のチューブの先端がラッパ状になっているなど、実際の SCP-99JP とは異なる点があった。SCP-33JP などとの関わりが推測されるが、連絡先や商標の記載がないため詳細は不明。回収文書 99JP、A1。良い子の皆、誕生日にクリスマス。イベントごとにはパーティーがつきものだ。でも、パーティーが失敗したらどうしよう。皆がしらけちゃったらどうしよう。大丈夫。博士のパーティスターボーイがいれば大安心。パーティスターボーイは楽しいこと大好き。だからどんなパーティーでも盛り上げてくれるよう、アドバイスしてくれるよ。パーティスターボーイの、ブーブーガス。でみんな笑っちゃおう。パーティーのお供に、パーティスターボーイ、楽しもうね。対象、B3524。インタビュアー、骨折り博士。吹き、B3524 が SCP-99JP に食事を運ぼうとした際に発生した、SCP-99JP への暴行事件についての聞き取り調査。録音開始。それではインタビューを開始する。ああ、すまない先生、昨日はその。いいんだ。君がそういう行動に出たからには、何か理由があるのだろう。それを聞かせてほしい。わかった、実はその、俺の家に昔、あいつがいたんだ。あいつとは？あの人で風船だ。なぜ黙っていた？だって考えてみろよ。家の中に人手の風船がいて、臭い息を吹きつけてきます。って言って、誰が信じてくれる？俺も昨日あいつを見るまで、あいつのことは夢かなんかだと思ってたんだ。なるほど。確かにな。それでは、昔 SCP-99JP が君の家にいた時のことを教えてくれないか？ああ、あいつが来たのは、俺の誕生日だったかな？親父とお袋と、弟と、みんな仲が良かった頃、俺の、年の誕生日パーティーをやったんだ。親父が冗談を言って、みんなでゲラゲラ笑って、そしたら窓から、いきなりあいつが飛び込んできたんだ。窓から？ああ、あいつは風船だからな。最初はどっかから風船が流されてきたかと思ったんだけど、あいつは口を開け閉めして言ったんだ。パーティーだ。で、親父もお袋も驚いてあいつを見てたら、いきなり臭い息を吹きかけてきたんだ。目がチカチカして涙が出て、鼻の奥が痛くなって、気持ち悪くて、あの時は死ぬかと思った。あのガスには致死性はなかったんだがな。ガキの頃は知らなかったからな。今思えば警察の催涙ガスの方がよっぽど効いたな。まあとにかく、死にそうな思いで咳をしてたら、あいつが息を吐くのを止めて、しらけちまったな。まずは笑えよ、って命令したんだ。親父があいつに掴みかかろうとしたら、また息を浴びせかけやがった。そしてもう一度、笑えよ、って言ったんだ。俺たちは面白くもないのに笑うしかなかったよ。君の父親は、一度は抵抗を試みたわけだ。一度じゃねえよ、何度もだ。俺だって後ろから殴ってやろうとしたこともあった。でも、あいつの息を浴びせかけられると、動けなくなっちまうんだ。咳と涙が出て、吐きそうになって、息が止まるまで這いつくばるしかないんだよ。それで、SCP-99JP が君の家に滞在している間は、どんな要求をされた？最初はあいつを楽しませて、俺たちも楽しい売りをさせられてた。親父が面白い話をしたり、俺と弟でテレビの漫才の真似をやったりだ。ただ、同じネタをやったら容赦なく息を吹きつけられた。それから、要求はどうなった？次は料理を食べさせろとかテレビを見せろ言い出したんだ。そしてテレビの、何だったか、芸人がボコボコにされるような番組を見て、この真似をやれ、とか言い出しやがった。とりあえず俺と弟で、新聞紙を丸めた棒っ切れでチャンバラみたいなことやってみせたけど、真剣にやれ、って息を浴びせかけられたな。SCP-99JP がいる間、学校や仕事はどうしていたんだ？言ってたよ。その間はお袋があいつを楽しませる役割をしていたんだ。ああ言っとくがそういう意味じゃねえぞ。顔を真っ白に塗ったお袋が、昔の服を着て踊らされたりとかだった。
学校の友達とか、近所の人に助けを求めたりはしなかったのかい？無理だよ。家に人手の風船がいる。って言って聞いてくれる奴なんかいないし、近所の連中もあいつがテレビ見る時の大きな音で腹立ててたし。テレビの音で苦情が入ったりとかはなかったのか？もちろん来た。でもあいつが親父に、隣のジジババどもに言ってやれ、家のテレビよりおたくさんのあの時の声が大きいですよ、ってな、って命令しやがった。しかも、俺と弟に死ぬまで息を吹きかけてやるって、脅してた。人質に取られていたわけか。ああ、でも人質作戦も近所の連中が怒鳴り込まなくなったあたりからやんだ。次に始まったのは、家族同士で殴り合わないと息を浴びせるってやつだ。それはどういう？そのまんまだ。てめえの命が惜しかったら、弟を殴れってことだ。弟には悪かったけど、俺も死にたくなかったからな。そうか。それで、話はだいぶ飛ぶことになるが、SCP-99JP が君の家を立ち去ったのはいつ頃だった？さあ、日付は覚えてない。ただ、ろくに掃除もできないから家の中がめちゃくちゃになって、俺もお袋も弟も体中青あざだらけになってからだったかな。いつもみたいに殴り合いをしてたら、あいつが、もういい、って言って浮かび上がって、窓から出て行ったんだ。それきり、いや、昨日まであいつは見てない。SCP-99JP が立ち去った後、君の家庭は平和になったか？表向きはね、とりあえず家の中を片付けて、ほっとして、一眠りして、とりあえずは落ち着いた。でも、あいつのせいで家族が信頼できなくなってた。信頼できない？ああ、あいつの息を浴びたくないから、他の誰かを殴る。ってみんな気がついちまったんだ。いざという時は自分さえ良ければいい。そんな本心にみんな気がついちまったんだ。その後、君はどうした？どうも、家の中にいても落ち着けないからあんまり帰らなくなって、あとは先生も知ってる通りだ。なるほど、ありがとう。これで今回のインタビューは終了だが、何か話しておきたいことはあるかい？ああ、二つ。なんだ？先生は、その、俺の家にあいつが来てなかったら、俺はまともに生きてたと思うか？なんとも言えないな。だよな、あと、もう一つあるんだが、こっちは聞いてくれるだけでいいんだ。聞くだけでいいのかい？ああ、あいつを刺したり殴ったりする実験をやるときは、俺を使ってくれってだけだ。考えてはおこう。ありがとう、それだけで嬉しいよ。それに、昨日のでだいぶすっきりしたし。録音終了。終了報告書。後に SCP-99JP には食事を与えなくても問題ないことが判明したため、B クラス職員による食事の運び込みは停止された。また、SCP-99JP への各種実験に D クラス職員を起用する予定はない。